言葉面だけでもね、はいはいはい、食うってなんとなくでもなんとなくでも、うん、食うってこういうことだね、うん、っていうのを学ぶのは必要じゃん、うん、って思ったんです、はい、というところでごきげんよう。タチョ食うってわかります？食う色即是空。そうそう、それそれ、はいはい、もうすべてない無ですよ。じゃあすべて空ですよね。なんでそこにたどり着いたんでしょうねっていう。もうなんかすべて幻想ですよみたいな。みんな気楽に行こうぜですよ。そう気楽に、まあおっしゃる通りなんですよ、はい、おっしゃる通り、うん、なんですけど、うん、なぜそこまで行ったかを知りたいと思ったんです、うん、はいはいはい、というところで、うん、今日はこちらですね。もう何回も読んだ、はい、何回も読んだけど忘れてしまう、うん、史上最強の哲学入門、うん、東洋編ですね、はい、東洋の鉄人編、うん、やっぱりこれね面白いです、うん、史上最強の哲学入門で、うん、一番最初に出てくるのがヤージャーニャバルキアですね、うん、はい、このヤージャーニャバルキアもこの人が言った、まあ、有名な話、有名な言葉というか哲学は、うん、今では凡我一如という言葉で知られていますと、うん、凡我一如、うん、凡我一如とは世界を成り立たせている原理のことを凡、うん、ブラフマンと言い、個人を成り立たせている原理を我、これアートマンは同一のものだよって言ってるのがこの東洋の哲学編の一番最初に出てくるヤージャーニャバルキアの説いた哲学凡我一如で、この凡我一如に基づいて彼はこう主張しますと。アートマン、かっこ我、うん、自分の正体はブラフマン、うん、世界の根本原理と同一であるということを知った人間は全ての苦悩から解放され究極の真理に到達すると言いましたと。なんじゃこりゃですよね、うん、なんじゃこりゃですよ。そうなんですよ、はい、でこの凡我一如の哲学は、うん、この人が説いたウパニシャッドという教えの中でこんな風に説明されていますと、まあ、このヤージャーニャバルキアが、うん、隠遁生活を送りたいと思って、うん、今までその一緒に女性と妻がいたので、うん、妻と生活していたんですけど、うん、隠遁生活に入るから、うん、これまでの儲けとかを半分にして、うん、もう出かけます、うん、出ますって言った時に、うん、妻がねこんなことを言ってきたと、うん、ねえねえバルキアさんよと、うん、あなた、うん、もしも、うん、富に満ちたこの大地が、うん、全て私のものになったとしたらそれによって私は、うん、不死になるのかしらと、うん、死なないで済むのかしらと、うん、そうしたらヤージャーニャバルキアは答えましたと、うん、なりませんと、うん、君は富を得ることで、うん、裕福な生活を送ることができるようになると、うん、しかしそれは不死になることではないと、うん、だったら私は富なんかいりませんと、うん、それよりあなたが知っている不死の秘密を教えてくださいって聞いたんですね、うんうん、そうしたところ、うん、ヤージャーニャバルキアは、うん、こう言いましたと、うん、アートマンとは不滅のものであり、うん、本性上破壊されるものではないと、うん、破壊されないものである。アートマンについてはにあらずにあらずとしか言えない、うん、それは捉えることができない、うん、なぜなら捉えようがないからである。それは破壊することができない、なぜなら破壊しようがないからである、うん、それは執着することができない、なぜなら執着しようがないからである。それは束縛されることもなく動揺することもなく害されることもない。ああどうやって認識するものを
認識できるであろうか。妻よ、不死というのはこういうことなのである。わかりますと言ったとされるんですね、うんうんうん、妻わかったんですかね。で僕が、はい、これを読み、はいはい、この章ですね、うん、要は意味を通じやすいように、はい、東洋の史上最強の哲学入門東洋編を書いたヤムチャさんが、はい、ちょっと分かりやすいように言い方を変えましたと、うん、アートマンっていうのは、うん、我ですね、うん、アートマンは捉えることができない、うん、なぜって捉えようがないからさと、うん、だってよくよく考えてごらん、うん、どうやったって認識するものを認識することができるわけないだろう。だから自分なんて絶対に捉えられないんだよ。要は認識、僕が僕を認識、はい、あ、よくエニアグラムでも話しますよね、はい、このタイプってこれが私なんですよって言ったのをさも僕はなんかこの私だみたいな説明をしたんですけど、じゃあこの私を認識しているこのもう一個上の私ってどうやって認識するんですかと。分かったと。じゃあもう一回この子を認識しましょうかっていうと、じゃあこの認識した私ってみたいなので、認識した私っていうのを捉えることができないみたいなのをこの人が言ったとされるんですね。でこっからごめん、何を知ればいいのというのって思いますよね。はいはい、これどう思えばいい、どう解釈すればいい、うん、とした時に、うん、ここで何を認識すればいいかというと、映画館に行きました、はいはい、で映画を見ていて、うん、すごい悲しい話だった、うん、の時に、うん、はあ大変、もう分かるよ分かるよ、はあ、死ぬかもしれない死ぬかもしれないって見ている時に、うん、パッて映画が終わると、うん、普通であれば、普通でちゃんと認識できていれば、うん、そこで終わるんですけど、本当に入っちゃう人だと、はいはいはい、映画の中の出来事と、はい、私を一致させちゃうんですよね、うんうん、同一化させちゃう、うんうん、同一化してるんですよ、はいはい、今の僕も、うんうん、勝手に同一化させてるんですね、何に認識、僕を認識してるんです。あ、勝手に同一化してるけど、うんうん、君はにあらずにあらず、うん、認識できないものを、うんうん、なぜ認識してるんだい、うんうん、なんで君は、うん、その困った困った、うん、とか、うん、何をどう認識して、うん、そう思ってるんだい、うんうん、っていうことを言ってるんですね、うん、なのであらゆる不幸は勘違いだよと、うん、っていうのが、はい、このヤージャーニャ・バルキアの章で私が受け取ったものです、はい、でこの人は、東洋哲学編と言いつつも、うん、インドの話でございます、はい、今のこの話は。でこのインドというのは、うん、世界史最近勉強してるんですけど、はい、アーリア人っていうのが、うん、まあ、今のイランですね、うん、イランから攻めてきて、うん、アーリア人が、はい、でアーリア人がここの元々のインドにいた人たちを、うん、制覇して、うん、作った国で生まれたのがバラモン教、うん、っていうのはこの4つの階層があるやつですね、うん、で要はバラモン教で一番上のバラモンという、うん、要は指導者ですね、うん、の人たちが作ったのがバラモン教、うん、で今のヤージャーナ・バルキアは、うん、バラモンの人なんですよ、うん、一番偉い人、うん、一番偉い人っていうか階級の人、階級が一番偉い人で、うん、要はこのシステムを作った人ですね、運用してる人、運用してる人、要は偉い側が言ってるので、うん、便利じゃないですか、上流階級、要は宗教ってすいません、はい、そういう側面もあって、うん、キリスト教がなぜ広まったかとか、うんうんうん、
っていうのもこの国を滑るためみたいなのがあって、はい、このなので今ヤージャーニャ・バルキアというのはその層の人が今の教えを言ったという理解でお願いしますと、はい、でこの人が終わり、うん、次のページで出てくるのが、うん、我らがヒーロー、はい、ヒーロー釈迦が出てくるんですね、はいはい、